ゼロワンは、三岡自動車が、かつて生産していた、スポーツカーである。1994年に、組み立て車として認可され、三岡の生産車、第2号として発売された。ラセードの生産によるノウハウの蓄積を経て、自社で、フレームから製造すべくバーキン成分を、サンプルカーとして購入したことから、ゼロワンの開発が始まる。パワートレインは、 ユーノスロードスターからの流用とした。当初より形式認証を受けることを前提としていたが、当時の運輸省は現に自動車メーカーでないことを理由に申請を拒否していたため、発売当初の1.6リットルエンジン車は形式が組み立て車であった。ロードスターの仕様変更に合わせて1.8リットルエンジンを搭載するにあたり、度重なる折衝の上で、 形式審査を受けられることになり、8台の試作車を衝突事件で破壊し、1.8リットルエンジンを搭載した車は1996年に新型自動車として形式の認証を受け、三岡自動車は晴れて10番目の国産乗用車メーカーとして認可された。スタイリングはロータス7を連想させるロングノーズショートデッキのフルオープン2シーターの書位。 ニアセブンだが、ボディサイズは本家よりも大型である。サスペンションは前後ともダブルイッシュボーン式、フレームにはクラッシャブル構造を採用する。また、エアコンが装着可能オートマチック車の設定があるなど、時代に合わせた本家と異なる改良も見られる。サスペンションとフレームはゼロワン用に設計されたもの。ラインナップは基本モデルのベースグレードと、 発展モデルのクラシックタイプ F の2種類。クラシックタイプ F は1940年代風のフルオープンスポーツカーを彷彿させるような FRP 製カウルを装着している。ありがとうございます。